毎週日曜夜11時55分から放送中、声優パーク建設計画 VR 部からこちらの企画。システム起動。だいぶ名前が増えまして。そうですね、ギチギチマンションだったら空きほんと少ないですね。トキ君どこですか？おそらく自分で思うのは、はい、第9世代と、はい、第10世代のこのラインのところが僕だと。竹内君より後輩ってこと？ですですです。僕が専門学校時代にも それこそあのアイドルマスターっていうもののプロデューサーさんをやってらっしゃったので、はいはい、じゃあ甲賀さん どこですか？はい、私は、はい、でもトキさんがそこだったらその下ぐらいですかね。トキさん僕じゃないですか。トキ君より後輩？あ、15。あ、じゃあ僕14なので、あ、ちょうどじゃ あそうですね、俺の上にかぶせてください。じゃあ、はい、それでいい、それでいい、それでください。丸かぶりじゃいなくなっちゃうから。トキさん上下で。風間君どこなの？僕もともとこの業界にナレーターで一番最初入ってるんですよ、はいはい、なのでそうなると第8世代と9世代の間ぐらいなんです。なるほどね。っていうかもうだからあそこになったらもうこの下にいる人は全部呼び捨てにしてよ。これから今後の付け方もそうですね。そうか、じゃあよろしくね、トキ。うっす、うっす、うっす、頑張ります。今注目の若手声優さんがすごいと思う声優さんってどんな人？落合福士くんいるじゃないですか、はい、この多分ご存知な方も多いと思うんですけど、まあ、落合監督さんの息子さん、はい、で僕の専門学校の1個後輩なんですよ。なるほどなるほど。でもまあそういうやっぱり悲しきから色眼鏡で見られるじゃないですか、はいはい、なんですけど本当努力家で誰よりも練習していて、もう実力で専門学校の学院祭とかの主役とかを勝ち取って、もうみんなから評価されてたんですけど、んで数年経った時にあの野球のアニメでダイヤのエースっていう作品があるんですけど、僕もあの番組のレギュラーとしてちょっと参加させていただいてた時に落合福士くんもその作品に入ってあのこうキャラクターで参加することになって、でまあいろんな方にも挨拶したんですけど、僕の前にタタタタタって歩いてきて膝ついて、あのドキさんお久しぶりですって言って、みんながいる前で俺のところに座ってお久しぶりですって言われて、あのみんながトキって何なんだみたいな感じになっちゃって、あのお時間を取りしてすみませんでした。で実はあの専門学校の子がいるっていう後ですもんやったんですけど、まあそれを機にいろいろ先輩ともお話をたくさんできるようにもなったんですけど、めちゃめちゃしっかりしてますね。じゃあそう考えてご挨拶。そうなんですよ。だそれがもう専門学校の頃から今もすごく続いてて。で笠間さん、はい、すごいと思う声優さん誰ですか？いや僕昔から大好きなのが、はいはい、広川太一郎さんで。広川さんはもうあれですよ、あのミスターブーとか、ね、ああいう外国系 の、はい、あの吹き替えよくやってらっしゃる。ああ、なんとかだったりなんかしちゃったりしてっていう。そうですね、独特の言い回しをね。もう本当に僕の中でやっぱ広川さんといえば、うん、やっぱ本当にもうどこからそのワード出てきたみたいなアドリブ、はいはい、なんか本当有名無名チャーハンうめえとか言ったりするんですよ。アドリブで、アドリブで普通に聞いたら なんだ今のって思うじゃないですか、うん、でもめちゃめちゃキャラとかに合ってるからめちゃくちゃ面白いんですよ。洋画の吹き替えで、はい、あの俳優さんが後ろ向いてる間は自由だからそこで喋っちゃえって言って、そう、あの顔が見えてなくなったらもう喋ってないのにアドリブ入れたりとか。でもそれ OK になるんですよね。そうなんです、OK、そこが面白いって言って大人気になった。なんかでもやっぱりアドリブって本当なんかこうちゃんとなんか台本を読ん で、うん、でキャラの役作りをしてないとできない、ね、本当にただの飛び道具になっちゃうじゃないですか、うん、なんか多分僕なんかもなんか例えばそのあこのアドリブ面白いかもって思ってやったとしても、例えば音感さんとかにいやそれキャラじゃないよねみたいな、うん、それキャラじゃなくてそれ笠間が面白いと思って入れただけでしょみたいな、やっぱ言われちゃうんですよねやっぱり、はいはい、本当だからやっぱりあのアドリブを考えたりとかあこれ入れたいなっていう時に必ずこう思い浮かぶのはやっぱり広川さん。なるほどね。じゃあ小賀さんすごいと思った声優さん誰ですか？はい、はい、そうですね、小さい時よく夕方帯のアニメ見てた時に、はい、女性の声優さんが男の子役をやってらっしゃる作品がすごくたくさんあって、うんうん、それで熊井元子さんが、はい、AT1 プロデュースの、あ、そうです、はいはい、熊井元子さん、あと学級王山崎の山崎役、はい、山崎めっちゃ好きだった。あ、本当ですか？憧れて、はい、憧れて、その中であのカードキャプターさくらっていう、アニメーションのシャオラン君っていう役をやられてたんですけど、
けど、はい、男の方がやってらっしゃるんだろうなって思ってたんです、うん、当時見てた時は、はいはい、でも後々こう調べていくうちに女性だったんだっていうのを知って、はいはい、そういうなんか夢があるなって思って。なるほどね。熊井さんという人は、はい、まあ、僕ほとんど同期ぐらいなんですけど、 あの人はね結構ねもうやっぱちょっと変わり者なんですよ、すごく。例えばお店の前に盛り塩してあるじゃないですか、はい、お店入る時になんだこれバシッバシッ、やばいんですよ、知らない気でやってるんですよ、そういうなんかよくわかんないから踏んじゃえみたいな。でそれを俺たちがこうやって直してお店入るっていう、ちょっとそういうね、まあ根っからだから男の子みたいな、世代表の名前はなんと80人超え。ご意見のある声優さん、ラジオでお待ちしてます。